どうも皆さん、よそらおかやむらと申します。アクアリウムは踊らない、実況プレイ今日も続きやっていきましょう。ということで、前回この水族館じゃねえや図書館でした、水中図書館かなにやってまいりまして、あの右上でうろついてるねアオリイカちゃんを捕まえるというミッションを与えられたんですが、まあ、無事にこなしまして、でレトロさんのね探している桃色の髪の女の子でキティちゃんを探したいから、なんかその情報があったら探しといてくれみたいな感じで言われたんですけど、あのねイカちゃんを捕まえる前にいろいろと情報収集していたので、まあおそらくこのまま話しかければストーリーが進むのかなと思います。早速行きましょう。うろついている魚男が気になる。あいつらは基本無害だ。しかしヒレが弱点だから触ると怒る。気をつけろ。触れるとか。オッケー。あれ、あ、違うんだ。じゃあなんか別になんかあるな。ちょっと探してみようか。あのエレベーターとかかな。ん？誰かいる。前回ここ確か誰もいなかったはずだけど。ん？誰？ごめん、勝手に入っちゃって。君の部屋だったんだね。いや、別に構わないよ。僕の名前はダンボ。ダンボ？なんか珍しい体してるね。君の方が珍しい体をしてるよ。あ、下半身タコさん？もしかしてクリーピーを知らないの？クリーピー？クリーピー？そう、クリーピー。僕みたいな生態のこと。クリーピーを知らないなんて、君何者なの？何者と言われましても人間としか。人間？あの人間か。へえ。じゃあ僕が作った薬の被験体になってくれないかな、先輩。先輩？なんで急に先輩呼び？は？じゃあって何さ、嫌だよ。こいつの作る薬やばそうだし、おい、ファーストインプレッション最悪だな。ふふん、だよね。ところで名前は？私はスーズ。よろしくスーズ先輩。ってことでお近づきの印にどうぞ。何これ、ほにゃほにゃの薬を手に入れた。読めない。この液体一体何？レトロと組んでるんでしょ。ピンチの時に使うといいよ先輩。さっきからなんだよ先輩って。ふふ、なんとなくだよ。じゃ僕の薬を試したくなったら声かけてよね。ならんわ。いや、ちょっと気になるけどな。あとちょっと一回セーブして行ってみる。薬本当に打ってくれんのかな。一応ちょっともらった薬見ようか。謎の薬、説明文が読めない。ピンチの時に使えって言ってたな。なんだろう、不老不死かな。いや、ピンチの時どころじゃないな、それ。水だこお姉さんはすごく寂しが、恥ずかしがりなんだ。目が合うとすぐ顔が赤くなる。あ、あの受付の人？あ、そこの棚の薬が触らないでよね。体が小さくなっちゃうからさ。あ、やっぱなんか科学者なんだね。なるほど。水だこお姉さんってこの人だよね、多分ね。あまり私は気にせんとって。恥ずかしか？あら、怖い。方言だ。かわいいっすね。さて、薬はわかんないけど、多分ピンチの時になったら使うんだね。レトロさんと組んでるんでしょっていう話の後にそう言われたの、なんかちょっと気になるけどね。そろそろ先に進むぞ。準備はいいか？いいです。お願いします。では行くぞ。ついてこい。あ、あのエレベーターだ。助かったぞ、水だこ。また来る。はい。また来てくださいね、レトロ。スーズさんも、お気をつけて。あ、はい。ありがとうございます。じゃあ先輩、死なないようにね。わかったよ、もう。縁起でもない。あ、じゃーん。ご注文いかがなさいますか？めちゃくちゃ、どこに繋がってるかわからなすぎて怖いな、これ。大丈夫なの？
エレベーターだけ妙に近代的なんだよな。あー、ネクストコナンズヒントの音。お、エレベーターの中だ。ん、なんか光った、左腕が。何それ、これか。うわ、綺麗。何これ、美しや。懐中時計だ。俺がホラーゲームとかで懐中電灯を手に入れるといつも間違えて懐中時計って言っちゃうやつね。え、止まってるじゃん。なんでそんなもの持ってるのさ。めっちゃ綺麗。ま、お子様には分かるまい。あ？ま、なんか大切なものなんかな。おっ！え？これには触るな。わかった。何なんだよ。ちょっと気まずいんですけど。でもなんかエレベーターに2人はすごい、なんかあれを思い出すな。別のフリーゲームなんですけど、なんだ、聞きたいことがあって。水槽に触れた時なんだけど、何を言ってるのか分かんないと思うんだけど、体がおかしくなってクラゲになるというか、なんというか。お前まさか生物に変化したのか。いや別に生物ではあるけど。どうしてそれを。とにかくできるだけその力を使うな。分かったな。それってどういうこと。とにかく私の言うことを聞け。な、何それ。なんで教えてくんないの。教えてくれないの。うっ、お前だ、クラゲの子。うっ、停電。何？うわ！何これ？キモ！セラ！何今の？めちゃくちゃ気持ち悪いやついた。はっ！どこからどう繋がった、ここに。生きてるか、死に損ない。なんとか。なんだったの、あれは。あんな大型見たことない。それにこちらを狙ってるようだったな。意識がある状態で脱出できて幸運だった。受け身を取らなかったら死んでいたな。な、あざが怪我したの。お前が重いのが悪い。ぐ、失礼な。あれ、でも私怪我がない。かばってくれたのか。ふっ、丁寧なノック。誰で、げ、下がれ、スズ。ね、え、なんだ、ヤドカリだよね。お前、足に紐が絡まって動けないの。返事した。まったく
おい、突然近づくと危険。ほら優しい。ほら、これでいいでしょ。あ、動けてる。あ、なんかくれた。重めの音。これはパールのブレスレット。ルルのブレスレット、さっきの弾みで落としてたのか。あら、よかった。危ねえ。ルルのブレスレット受け取った。ありがとう。どういう動き。あら、懐かれちゃった。何？気に入られたみたいだな。な、あ、行っちゃう？なんだ？あ、ついてこいってことじゃない？案内してくれんのかな？あぶねえ！これ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 ！すずちゃんがね、誕生日にあげたやつ。なんだ、なくすとこだった。あぶねえ！よかった。これ、どうやって来たんだこれ。エレベーターの上とかをぶち破って出てきたのかなこれ。そういうことなんかな。まあ、とりあえずはついていくしかなかろう。あら、めっちゃ歩いていく。奥だ。何があるんだろう。この廊下は確か、なんか今奥で扉を開ける音がしたな。あの子が開けたのかな。あ、左の道壊れてるね。廊下が壊れていて向こうに渡れない。行くしかない。あ、え、なにこれ。バーだ。クラブ、カフェ、バー、バー、オープンカフェ。カフェだけ2つある。楽しそうな声が聞こえるわい。かな、楽しそうな声が聞こえるわい。行きましょうか。ウミガメさんどこにでもいいんだっていうか。中に入りますか。じゃあ、おしゃれなバー。うわ、おしゃれなバー、ひどくおしゃれなバー。いらっしゃーい、デメキンカフェ&バーへようこそ。あれ、レトロじゃん。久しぶりって、女の子デートじゃん。相変わらず想像しいな。え、大佐って男の子、女の子かな。知り合い多いな。その宿狩りについてきたらたどり着いたんだ。ああ、宿狩りさん。最近常連さんだからね。ここで休んで行ってってことなのかも。宿狩りさんどこにいる？あ、奥の席にいるわ、左奥。はじめましてお嬢さん。私は店主のデメキンちゃんです。かわいい、お願い。レトロは久しぶりだね。お酒はいつものブランデーでいい？いや、今日は聞き込みに来た。聞き込み？少女を探してるんだが、心当たりはないか。紫の髪でホワホワしたルルってこと、ピンク髪のキティってことなんですけど。紫の子はわからないな。でもピンク髪の子は見かけたかも。詳細を聞いてもいいか。私の知らない人と二人で一緒に歩いてた後ろ姿を見たよ。でもそれしか情報がないや。そうか、助かった。客にも聞き込みをしてみる。そうね、ペンギン君たちにも聞いてみるといいよ。ペンギン君？そうそう、うちのバーはね、人気絶頂ペンギンジャズバンドの生演奏を聞きながらお酒が飲めるの。あ、あの右上の子たち、あれペンギンさんなんだ。ペパプみたいだね、ペパプ。よかったらついでに楽しんでてよ。ありがとうございます。すごいおしゃれ。じゃあ聞いていくか。酔っ払っていて話は聞けなそう。あら、お酔っ払いさん。すいません、人を探していて。紫の髪でホワホワしたルルってことを、以下省略。見かけてないな。もしかしたら、あ、違うな、見かけたらデミキンに伝えておくよかな、これは。はい、ありがとうございます。よかった。ヤドカリさん。あ、さっきの。おとなしくしてるんだよ。喋りはしなそう。うまく言葉が聞き取れない。大佐がでも話してるみたいだな。ふんふん、ここの美濃加速みたいな人にも話しかけたかったな。演奏に集中している。あ、あの女の子見ませんでした？女の子見てないな。
ほにゃ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 、お役に立てなくて、あ、ごめんなさいね、お役に立てなくてって感じか。いえ、ご協力ありがとうございます。あ、ここにもいるわ。ちっちゃいヤドカリさんがいる。この方とは喋れなそう。あ、そう。デメキンさん、見てよ、ベビーさんの美しさ。お嬢の可憐なピアノさばき。ジーヤの貫禄。コーペン君は、なんか不思議な感じだよね。あ、それぞれみんな名前がついてるんだね、ちゃんとね。喋れない。すいません、人を探していて。おにゃ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 、もしかして迷子ってやつかい？不注意、なんとかかんとかかんとか。あ、なんかわかんないけど、不注意なのが悪いんじゃないのかいみたいなこと言われたんだな、腹立つわ。なんだかぼーっとしている。あ、こっち喋りかけられない。あ、ダメだ。でも楽しんでるわ。人でいるわよ、見たら。人でと宿狩りのデートだ。喋れない。じゃあペンギンさんたちに話聞いてみるか。柔らかい笑顔の男性の写真が飾ってある。不自然に左側が開いている。いやー、いらっしゃい。よかったら一曲聴いていってよ。はい。この人たちは演奏が終わってから聴いてみよう。あら、集中している。おしゃれだね。あら、おしゃれだね。ジャズバンドってかっこいいよな。ペッペッペーペレペレペーペッペーペッペレペーみたいな。フェアリー、変装中にコーペン君と目が合った。え、それってもしかして恋なんじゃないかしら。何を言うとるんじゃい。ベビー、あ、この人がベビーさん。こんにちは、私はサックス担当のベビー。いらっしゃい、お嬢さん。さっきも見てたけど、その写真が気になるかしら。ああ、いえ、すいません、じっと見てしまって。やっぱり片方が不自然に開いてる。笑顔が素敵でしょ。なんだかこの人を見てると落ち着くの。知らない人なのに不思議。もしかしたらどこかで会ったことがあるのかもね。あ、メンバーの紹介をしておくわね。あっちのドラムの前にいるのが岩飛びジーヤ。こっちのお嬢がピアノ担当のフェアリーよ。ただいまご紹介にあたり受けたまわりました。ご紹介に預かりました。岩飛びと申します。ジーヤはすごいのよ。私の食べたいものや欲しいもの何でも当てちゃうの。ジーヤはフェアリーちゃんと仲が良くてね、まるでお嬢様と執事みたい。あら、可愛い関係性。そしてあなたがコーペン君。こんにちは。あ、横から見るとめっちゃコーペンだ。なんかペストマスクみたいに見えんな。はじめまして、俺は皇帝ペンギンのコーペン。コーペン君っていうなんかあの可愛いキャラいるじゃん。あれを想像したよな。さっきは演奏聞いてくれてありがとう。君はスーズって言うんだ。よろしく。あの、私たち女の子を探していて。うん、俺は見てないな。ごめんね、お役に立てなくて。いえ、ありがとうございます。ねえねえスズ、俺からも一つ聞いていい？私に？これなんだけど、読める？何？これって、あ、ビアンカ水族館のパスポートじゃない。私が拾ったカードと同じ。裏にペンで書いてある文字なんだけど、つくし、誰かの名前。教科書みたいに綺麗な字。あ、出た、教科書みたいに綺麗な字。この文字読めるの？すごいね。つくしって書いてあるんだ。実はその言葉が何を表しているかわからないんだよね。どういうことですか？コーペンさんのカードなんじゃ。ドクターに渡されたんだけど、俺のじゃないんだよね。ドクター？うん、俺の親友、病院の医者さんだから。ドクター、ドクターフィッシュか。一体何のために。うん、なんて書いてあるのか分かっただけでも進歩。
ありがとうね、スズ。スズ、そろそろ先に進むぞ。わかった。よし。んでも大した情報得られなかったな。ダメでしたね。じゃあ行きますか。ありがとう、コンペンさんたちも、デミキンちゃんも。またね。おしゃれな水槽や。クラゲが優雅に泳いでる。バイバイ。さて、こっからどうしようかね。そもそも、あ、でも今の年間パスポートはもらわなかったのか。こっちはいけないんでしょ。どうしようかね。あ、なんか泡が。あんま関係ないか。こっちとか？あれ違うな。うん、どこ行けばいいんだこれ。変わらね俺ら二人。